ヒトマル式戦車は、日本が誇る最強クラスの戦車です。なんと砲塔が、一度ロックオンすると、もう逃れることができないのです。そんな日本製ヒトマル戦車を詳しく見ていきますね。砲塔の先に、グラスを置いても落ちないほどの高性能なんですよ。日本の周辺国には作れない代物です。2021年1月現在、陸上自衛隊が保有している戦車は、古い順に、74式戦車873両、90式戦車391両、10式戦車93両の3種類であり、最新の10式は、未だ生産が続けられている、最新型だ。戦車の能力別の新しさを示す世代の区分としては、74式が第 2.5 世代、90式が第3世代、そして、ヒトマル式が第 3.5 世代と評されており、西側諸国の戦車中では、第 3.5 世代が最も新しい。具体的に、それらは、アメリカ軍の M1A2 スペック V2 やドイツ軍の、レオパルト 2A7、イスラエル軍のメルカバ MK4 などであり、いずれも、複数回の近代化改修を経て、現在に至っている。これらの西側諸国の主力戦車から考えれば、本来は日本も90式戦車に、近代化改修を施して、第 3.5 世代戦車とすることが、同じような進化と、思われるが、あえて、新型の10式を開発、採用している。近年では、戦車対戦車の大規模な戦闘など、ほとんど発生することは、考えられない、との軍事トレンドの変遷からもそれが、一般的だと思われているが、日本は、なぜ違う方向をとったのか。それは、世界の西側各国とは、大きく異なる日本の、地理的な要因にあり、それが、90戦車の近代化改修ではなく、ヒトマル式戦車という、新規戦車の開発に踏み切らせた、最大のポイントだと言えるだろう。まず、90式戦車は、全長 9.8 メートル、全幅 3.4 メートル、全高 2.3 メートル、重量約50トンの車体で、最高速約 70km を、発揮し、3名の乗員と44口径 120mm 滑空砲を搭載している。次に、ヒトマル式戦車は、全長 9.42 メートル、全幅 3.24 メートル、全高 2.3 メートル、重量約44トンの車体で、最高速約 70km を、発揮し、乗員と主砲は、同様の仕様となっている。ちなみに、アメリカ軍の M1A2 スペック V2 は、全長 9.83 メートル、全幅 3.66 メートル、全高 2.37 メートル、重量約68トンの車体で、最高速約 67km を発揮し、4名の乗員で、主砲は同様だ。これらの仕様上のカタログスペックを見て明らかなように、10式戦車は、世代のくくりこそ第 3.5 世代とは言うものの、明らかに大きさ、重量ともに、ダウンサイジング化を図ったものである。これは、前級である90式戦車が、冷戦時代の旧ソ連から続く現ロシアの、北海道への侵攻、上陸を前提に、その阻止のために、開発されたものであるのに対し、その前提を改めたためだ。従来の90式戦車は、
広い北海道での戦闘を前提に製造されていたため、本州以西の日本の狭い国土では通行できる道路や橋が非常に限定され、時代に沿わないと判断されたのだと言える。もっと言えば、世界的な追テロ対策等の用途を考慮するならば、離隊ではなく車輪式の装甲車両で十分であり、戦車のような大きく重い戦闘車両そのものの必要性を疑問視する声も上がっている。さすがに日本ではそこまで急激に戦車そのものを廃止するという決断には至っていないが、対戦車ヘリコプターどころか強力な個人用の携帯対戦車火器やドローンの登場はそれすら予感させる。アメリカでは海兵隊が戦車の運用を中止する動きを加速させており、今の方向性では陸軍に戦車の配備は残るものの、まずもって防御的な兵器という位置づけはもはや揺るぎそうにない。こうした現在の戦車をめぐる潮流を受けて、今後陸上自衛隊がどのような判断を下すのかも、一丸式戦車の次世代を占う上では非常に重要な要素となってくるのだろうと想像される。現行の10式戦車の開発は2002年から2005年にかけて防衛省と三菱重工業によって行われ、2010年に実戦配備に至るスケジュールで進行されており、およそ8年間が費やされたことが見て取れる。とすれば、2010年の実戦配備から今年2021年で11年を経過した。一丸式戦車は、もし仮にさらなる新型戦車開発が決定しても、90式と一丸式の間の20年間よりも、さらに長いインターバルが予期されるだろう。幸い、一丸式戦車は、追加、換装が可能なモジュール式の複合装甲を採用していることから、ある程度の用途に合わせた仕様の変更は容易であり、短命に終わらない可能性が高い。また、一丸式戦車は、日本の自衛隊が装備する戦闘車両の中で、初となる C4I2 システムが採用、搭載されていることでも、近代戦における先進度が非常に向上しているとめされる理由となっている。これはコマンドコントロールコミュニケーションコンピュータとの4つの C とインテリジェンスインターオペラビリティの2つの I の頭文字の略で、全体の指揮統制を担うものだ。陸上自衛隊の C4I2 システムは、各拠点の司令部が用いる陸自式システムと、現場部隊が移動、展開しつつ使用する野外型のシステムとの大きく2種類に大別されている。個々の一丸式戦車には、一丸式戦車ネットワークが搭載されており、これは、友軍戦車間でのリアルタイムな情報リンクシステムであり、海上自衛隊イージス艦等の共同交戦能力同様の働きを担っている。
こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本には現在最強通常動力型潜水艦双流型潜水艦が建造されている。だが次期潜水艦の方向性が決まっていないのか、それとも画期的なリチウムイオン電池を見越して原子力潜水艦に使用されている性能を模索しているのか、それはわからない。とあるイベントでウォータージェット方式というキーワードが出てきたのを知っているだろうか。ちょっと気になったので詳しく話していきますね。もしかその後の原子力をも視野に入っているのかな。2019年6月、千葉県の幕張で開催された MAST アジア2019というイベントで、三菱重工業は新世代潜水艦のイメージ図を示しました。そのイメージ図ですが、時代を先取りした、つまり先進的な外観だったので、様々な推測をされることになったようです。ちなみに、MAST アジア2019とは、海洋及び航空安全保障環境変化の下で、対応地域の安定と防衛技術発展に資することを目的として、防衛装備、技術に関する展示フェアや論文発表を行うとともに、海洋及び航空安全保障に関するシンポジウムのことです。このイメージ図に対する反応もたくさんありましたが、特に目立って指摘されたことがありました。潜水艦の推進方式にウォータージェット、ポンプジェット方式を採用するのではないかというのです。これが事実なら、画期的な進化になると注目を集めました。とはいえ、肝心の防衛装備庁で、ウォータージェット方式が研究されているという確実な証拠は、現在何もありません。つまり、言葉だけが勝手に、一人歩きしているような感じになっているということです。世界の現状を観察すると、潜水艦にウォータージェット方式を採用している例はかなり限られています。今のところ、ハイパワーな原子力推進型潜水艦にしか使用されていないという認識です。具体的な採用例を挙げますと、攻撃型潜水艦ではイギリスのトラファルガー級、アメリカのシーウルフ級です。戦略型潜水艦では、フランスのルトリオンファン級、ロシアのボレイ級などに採用されています。これらの潜水艦に共通するのは、すべて原子炉搭載の原潜ということです。ということは、日本の通常動力型潜水艦がウォータージェット方式を採用する可能性はかなり低いのではないかと推測されるのです。にもかかわらず、ウォータージェット方式が注目を集めてしまうのは、攻撃型潜水艦においては、特に重要視される水中でのスピード、高速性と静粛性。この二つが優れていることが、広く知れ渡っているためではないかと思われます。これは、あくまでも推定値で、実際の詳しい速力ではないでしょうが、
水中速力は、前日のイギリスのトラファルガー級潜水艦は29ノット。アメリカのシーウルフ級潜水艦は35ノットとも言われているそうです。日本を見てみると、最新鋭潜水艦である双竜型となると、同じく。推定値ですが、水中速力20ノットと目されていますから、やはり、原子力推進型にはかなわないというのが事実でしょう。現状日本では、最新鋭双竜型の次級である3000トン級潜水艦の建造がスタートしています。この艦は、双竜型の延長線上に、あるのですが、先の三菱重工業による新世代潜水艦のイメージは、かなり違っているようです。言うまでもなく、これは計画段階の話ですから、実際の3000トン級。潜水艦のデザインが、このイメージ図のように設計されるというわけでは、ありません。今後のテクノロジーの進歩と合わせて徐々に具体化されていくものと思われます。さてイメージ図です。公開されたものを見ると、現行型に比べてセール形状がグッド船体に密着しているので中央寄りになっていることがわかります。まるで魚雷をそのまま拡大したかのようなデザインとも受け取れます。このデザインの雰囲気は、日本の潜水艦というより、むしろ現在ロシアが使用しているアクラ型潜水艦のようにも見えます。同艦は1980年代、昭和55年から64年に就役し40年以上活動してきた潜水艦です。その就役期間の長さゆえに、すでに退役が始まっていることを考えると、イメージ図の先進性には驚かされてしまいます。では、ウォータージェット方式の話に戻ります。一般的なスクリュープロペラ方式に比べるとやはり設計や製造は難しいようです。それは当然経費にも影響してくるのは確実でしょう。技術的、経済的な課題があるのに、それでもなおウォータージェット方式を採用する長所とは一体何でしょうか。それは前述したスピード、高速性と合わせて、機体の動作の静かさ、静粛性という二つの利点です。加えて、船体の突起がなくせる。フォルムとなっているので、浅い水深にも対応できますし、舵も必要なくなるという点でしょう。もともと、ウォータージェット方式というのは、吸い上げた水を噴出して、その勢いによって方向を変えるという方法ですから、原理としては、方向舵が不要になるのはわかりますね。そして高速性とは反するようですが、噴出する水の勢いを調節することによって、ごくごくわずかな距離の推進もできるようになっているそうです。といった利点がある反面、ウォータージェット方式には低スピード時の安定性や操縦性に少し難点があると指摘されています。特に低スピード時の燃費が非常に悪いので、搭載している艦艇の航続距離が短くなってしまうことがあり、重要な課題とされています。確かに、燃費の悪さは行動範囲に影響しますからね。
速度25ノット程度の場合、エネルギー効率の目安は、ウォータージェット方式が約 45% なのに比べて、通常のスクリュープロペラ方式は 20% ほどそれを上回るようです。しかし、速度が30ノットを超える場合には、逆転するので、高速性を重視する。鑑定用としてふさわしいとされるようです。また、スクリュープロペラ方式では、必ず発生するキャビテーションが、起こらないので、これも利点の一つと言えましょう。キャビテーションとは、液体中の圧力によって発生する物理現象のことです。これによって気泡が発生するので、鑑定のスクリュープロペラが傷んだり、推進効率が低下するなど、良くない影響が起こってしまうそうです。また、キャビテーションですが、深度が浅いとはいえ、騒音を発生させてしまうことがあると言われます。行動に際しては敵に捕捉されないためには、何と言っても静粛性が求められる潜水艦です。騒音は、できるだけというより、絶対に出したくない現象であることは、言うまでもありません。このようなウォータージェット方式は、現状では原子力推進型潜水艦との、親和性が高いことは、疑いの余地がありません。もっとも、通常動力型に、もっともっと画期的な電池が実用化されたら、ウォータージェット方式採用の可能性が高くなるかもしれません。この理由は、燃料電池は、将来的な動力の本命、自動車なども含めて、と、考えられているように、性能が飛躍的に高まるとしたら、燃料電池こそが、潜水艦の機関としての位置を占めることも大いに考えられるということです。仮にこのような燃料電池技術が実現したら、扱いやすさは言うまでもありません。東日本大震災の福島原発事故で明らかになったように、人間がコントロールしきれない原子力、推進方式よりも燃料電池の方が安定した動力源として普及していくのではないかと思われます。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。
そう、竜型潜水艦は、ようやく、計画の12番艦までが、進水式を終え、11番艦雨竜潜水艦までが、任務についている。この潜水艦日本で最強なのは、どの潜水艦といえば、やはり12番艦。東流潜水艦だろう。日本が推し進めてきた、スターリングエンジンにも限度があり。潜水艦は、限りあるスペースを大きなスターリングエンジンに、奪われていたのも事実。しかし、欧流潜水艦からは、リチウムイオン電池を搭載、スターリングエンジンは姿を消した。今現在、原子力潜水艦と互角の勝負ができるようになっている。通常動力型潜水艦では世界一だろう。ディーゼルエンジン足すリチウムイオン電池のハイブリッドで世界に革新が起きた。これからの潜水艦性能の方向性をぐっと変えた。潜航深度や能力も桁違いに上がっているだろう。それを証明する事件が起きていたのを知っているだろうか？そう。南シナ海に突如として現れた黒潮潜水艦のことを。では、少し状況を話していこう。南シナ海といえば、近年、中国の海洋進出が目立ち、緊迫した海域といえましょう。この緊張地帯で15年も潜水艦訓練を行っていたのに、ただの一度も発見されなかったという事実に驚きですね。その理由は何と言っても、黒潮の性能や隊員の優秀さに起因するものではないでしょうか。しかし、15年間という長い時間、全く発見されることなく訓練を続けていたというのは、すごいことだと思います。しかも、相手はあの中国ですから、自衛隊の潜水艦がどれほど優秀なのかが、証明されたということではないかと思います。では、黒潮に関して、なかなか良い記事が見つかったので、下記に紹介したいと思います。安倍首相の中国訪問と潜水艦訓練、防衛省は海上自衛隊の潜水艦黒潮がベトナムのカムラン港に寄港したと発表しました。その後、台湾とフィリピン間のバシー海峡を通り、大型護衛艦加賀と合流。加賀護衛艦2隻は長期訓練中で、黒潮と共同で9月13日、南シナ海において訓練を実施したそうです。通常の場合、自衛隊関係の訓練は何と言っても国防に関わる重要事項ですから、日程や場所を明らかにする必要は何もありません。極秘とされ、外に漏れるのを厳重に禁止しているはずです。ところが、海事はあえて公表しました。そのわけは、南シナ海で G 行動を展開している中国海軍へプレッシャーを与えるためと推測されています。2018年のこの時期、安倍首相は10月に中国を訪問することが決まっていました。
そして、中国はアメリカファーストを叫ぶ。トランプ大統領と貿易問題で激しく対立していました。挙句には貿易封鎖されるのではないかという憶測が、現実味を帯びてきた時期でもあったのです。だからこそ、安倍首相を味方に引き入れて、アメリカに譲歩を迫りたいのが、中国。アメリカの対中制裁の影響で、自国の景気が悪化しないよう、ある程度の理解を示し、中国に譲歩させたいのが日本。二国間での駆け引きを前提とした訪問と言われていました。ここで、日本としては、せっかく珍しく中国から頭を下げてきているだから、この機会に何か譲らせることができるのではないかという考えだったようです。確かに、手強い相手が頼み、ことをしてきたら、この機に自分の言い分を聞かせたくなりますよね。となると、ここは強気に出て、相手にガツンと一発かますぐらい、したがたが外交上は有利になると考えられます。何と言っても、相手、中国の方から協力していただきたいと、言ってきているわけです。と言ってもいつも通り、中国側は、せいぜい、遺憾の意を示すだけと推測されます。国内向けには、日本が下手に出たという体裁を、整える必要がありますからね。日本は、ガツンと一発かまそうと思ったためか。当時の防衛大臣小野寺五天氏は、9月18日、日本の潜水艦黒潮は、15年前から南シナ海で訓練を実施していたと公表したのです。15年前の2006年、平成18年は小泉純一郎が首相で、靖国神社参拝で中国、韓国の両国と揉めていました。この時、すでに中国は南シナ海へ頻繁に侵入するなどしていたのですが、アメリカはもちろん、当事者であるはずの日本も見て見ぬふりをしていたのです。表面上は沈黙していたのですが、水面下では、密かに南シナ海に潜水艦を派遣し、情報収集活動などを行っていたということになります。そして訓練については、特定の国を念頭に置いて訓練しているものではないとは言っていますが、中国を想定した訓練であろうと簡単に推測できますね。黒潮などの潜水艦が行っている訓練というのは、中国軍の艦船や潜水艦の情報収集はもちろん、相手がこちらの潜水艦を探知できる能力の有無を確認しようとするものです。仮に中国海軍が日本の潜水艦を発見したら、絶対大騒ぎするはずです。それが何もなかったということは、15年間、たったの一度も中国海軍が黒潮を発見できなかったということを意味しているのです。この事実だけでも、軍事大国中国の海軍が世界に大恥を
晒したということになるでしょう。黒潮潜水艦の開挙と言っていいでしょうには、多くの人が驚き、喜んだと思われます。こんなに高性能な潜水艦があったら、中国がしょっちゅう領海侵犯している日本周辺海域も万全だろう。ひとまずは安心だと感じた人もかなりの数いたと思います。潜水艦は基本的に海中で活動するわけです。見えない相手にとっての脅威となりますし、周辺国に対して牽制できることにもなるでしょう。黒潮は本当にすごい活動をやってくれたとしみじみ感じます。